ドイツの中西部に位置する町、デュッセルドルフ。この町にある日本料理店弁慶で、ヨーロッパ組の食事会が開催された。お疲れっす。お疲れっす。何これ、テレビ密着してんだよ。はい、密着してんの。はい、はい、メンバーは同世代の5人。ザックジャパン不動のサイドバック、内田篤人、23歳。所属チームはドイツの名門シャルケ。日本人初、ヨーロッパチャンピオンズリーグベスト4入りを果たした。ザックジャパンのムードメーカー、牧野智明、24歳。ドイツの名門ケルンでプレーするディフェンダー。ザックジャパン守りの要、吉田麻也、23歳。去年のワールドカップアジア3次予選、北朝鮮戦で劇的な決勝ゴールを決めた。オランダのフェーフェーフェーフェンロでレギュラーとして活躍。吉田と同じフェーフェーフェーフェンロで10番を背負うカレン・ロバート、26歳。母は日本人、父はイギリス人だが、日本で生まれ育ち、 J リーグからヨーロッパに羽ばたいた侍。ザックジャパンのレギュラーを狙うディフェンダー、安田道博、24歳。オランダのフィテッセでプレーしている。同じヨーロッパで戦う同世代5人による食事会、いよいよキックオフ。乾杯。乾杯。ジュース。自宅こんなんやることねえぞ。ちょっとドイツデュッセルドルフでしゃぶしゃぶを囲んでの食事会。まず話題に上がったのは J リーグとヨーロッパの違い。チームの設備の差に驚くことが多かったという。ケルンのクラブハウス行ったんですけど、モルナーっていうね、フィテッセのクラブハウスのね、10倍です大きさ。もう俺結構ヨーロッパ来る前は、うん、ヨーロッパの方が環境はいいと思ってたんですよ、正直。そうやろ、俺も。そしたらもう、いざクラブハウス着いたら、クラブハウスプレハブで、シャワーもなんかもう水しかできて、結構ね、うん、ハングリーズは鍛えられるね、俺ら。でもそれ、グランフォー、まあ、グランフォーはありますよね。シャルケとかイーグランドでやってるから、ケルンもいいんですよね、でも。いや、良くない。僕自身は自信あるよ。自信ある。いや結構俺らも自信ある。俺らなんてほんまもう日本の河川敷や。まあでも俺シャルケ見たけど、シャルケはまあめっちゃ良かった。シャルケはやばい、うん、シャルケいい。いや俺らも河川敷やで、ほんまもう。シャンプーとかさ、クラブハウスに置いとるけどさ、シャンプーとか入れんのにしと。じゃあね、シャンプーセットとか持ってくと、うん、ちっちゃい箱になっちゃうよ。熱いよ。どうやだったら、なんかちっちゃい箱になっちゃうよ。熱いよ。どうやじゃあね、お茶目な内田のいたずらに牧野思わず悶絶。どうや。いや、まあ、前話してるからね。続いての話題は、ヨーロッパに移籍したわけ。で、そもそも何で来たの。なんでやっぱ海外にやりたかったの。俺みんな海外でやりたかった。こいつの理由教えたのか。海外でプレーするやん。で結構海外組みたいな感じで日本で注目されて、帰った時東京とかうちやほらされるから。だからそれはあるやん。いやでも理想じゃけんそれ。なんか芸人がアイドルと付き合うみたいな、その理想の中で、なんかサッカー選手はモデル、野球選手はアナウンサーっていうのがある。